はい、今日は太くなった前もも張りをストレッチとマッサージで解消していきましょう。最初に太ももをさすっていきます。しっかりとさすることによって血流が良くなり、老廃物が流れやすくなります。やり方は股関節から膝に向けて流すように意識して行ってやってみましょう。はい、次は太ももを伸ばしていきましょう。片足は前に出していただいて、もう一つの足は後ろに置いてください。この時は痛気持ちいいぐらいの強さで太ももに負荷を加えてください。柔らかい方は体を後ろに倒して、もう少し負荷をかけて行っても大丈夫です。はい、次は反対足も行っていきましょう。ストレッチはしっかりと呼吸をすることによってより筋肉を弛緩させることができますので、呼吸を意識しながら行っていきましょう。特にストレッチをするときは最低でも30秒を目処にして行ってください。それ以内ですとあまり伸びた効果が得られません。次は正座の形をして、膝は外に開き、体を後ろに倒してください。この時にしっかりと太ももを伸ばすことを意識しましょう。この体勢が痛い方は少し上体を起こしたりして行ってみてください。はい、そしたら一度起きていただいて、次は膝裏の腋柱っていうツボを押していきます。中指と薬指で膝裏から上に押すように行っていきます。この腋柱ってツボは結構押すと痛いと思うんですけども、痛みがあるくらいの強さで押すのがポイントです。膝裏っていうのはリンパがたくさん詰まってるので、この膝裏が硬いと老廃物が流れにくくなります。次は反対足も押していきましょう。なるべく膝に力が入らないように足はしっかりと押さえて行ってください。ここの腋柱を押すだけで一気に膝周りが全体的にほぐれます。特に膝が痛い方、腰痛持ちの方に効果的なツボとなっておりますので、そういう方にもおすすめです。はい、そうしましたら次は足を開いていただいて、ももたたきやっていきましょう。強さは気持ちいいって思うくらいの強さで行ってください。
そして前面、側面を全体的にほぐしていきましょう。おすすめは、今日特に痛いなとか、特に疲れてるなっていう部分があれば、そこを重点的に叩いても大丈夫です。はい、そしたら両手を使って太ももを押していきます。手のひらをまんべんなく使って、上体を上下に動かしながら体重で押していくのがポイントです。股関節の方から膝の方にかけてどん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 前に押していきましょう。強さは気持ちいいって思うくらいの強さで OK です。そしたら次は反対の方も行っていきましょう。女性の方でマッサージが物足りないっていう方は40秒じゃなくて1分に伸ばしても大丈夫です。おすすめのタイミングはお風呂上がりか、あとはトレーニング後のアフターケアに使っていただけるとより効果が出やすくなります。はい、そしたら次はリンパ流しです。股関節の方から膝の方にどん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 流していきましょう。主に親指を使って流してます。で、これもさっきのマッサージと同じようにうまく自分の体重を使いながら気持ちいいって思うくらいの強さで行うことがポイントです。はい、そしたら反対の足もやっていきましょう。より老廃物が詰まってたりセルライトがある方はこの時にプチプチになったりすると思います。で、これも物足りないっていう方は40秒じゃなくて1分に伸ばしても大丈夫です。はい、あと少し、ラストスパート頑張っていきましょう。はい、で今のが太くなった前ももの張りを解消する方法です。やっぱりですね、ストレッチとマッサージを組み合わせた方が早く効果が実感できると思いますので、1回でもぜひですね、騙されたと思ってやっていただけると、そのやる前とやった後じゃ太さは全然違うと思いますので、ぜひですね、試してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いいたします。ではまた。